みんな今日はどうもありがとう。あ、音楽かけなくて。そうね、あのレコードとか売ってるんで、よかったら見てみてください。で、どんなんかわからんやったら、あのそこの黒い全身黒ずくめのちょっと誰か来てあげて、向こう住所に行ったらいろいろ教えてくれるんで、あのここで後ろに売ってます。よかったらどうぞ。まあ、久しぶりに僕たち自分たちの企画をやるんです。やります。あのしかも、ちゃんとしたドラムが入っている状態で非常に嬉しいです。あ、だけど本当は今日ボーフラが出る予定やったんやけど、ボーフラは突然解散してしまって。ね。すいません。で、今日はあの一緒に芋虫レコードをやっているブッチっていうバンドの、まあ本当は7月ぐらいに出た CD、EP のレコ発っていうのも兼ねてやるんで、8月です。8月に出たんですね。だからこの次にあのブッチがやるんだけど、本当にやんない気がしてて、言ったら勝てない。新しい人、懐かしい人、まあいろんな人に会えて、まあこういう場所は本当に楽しくて、長いかも。あ、いえ、何もね。いや、本当にどうも今日はありがとう。長いかと。あ。
君へ。
それからあのフライヤーも配ったんですけど、来年の2月にあのアメリカからエンジンダウンという、外人が来るんですけど、なんかおかしかった。あ、来るんですけど、またここでやるんで、あの遊びに来てください。多分これが終わった後にこの中でオンエアされるので、聞いてみて気に入ったら見に来てください。来月の27日も社用の企画みたいな、ハードすぎる現実に出るので遊びに来てください。僕たちのこの企画はずっと続けていくので、また遊びに来てください。もしもあなたがギターを握ったら出させてくださいと、いや出させてくださいと、あバンドとかも出てくれる人も全然言ってきてほしいので、まあみんな言ってきてください。最後で宮橋の